最近のニュースね、ちょっと気になるニュース、うん、ちょっと読み上げますね。北方領土の話です、はい。これは毎日新聞なんですけど、9月1日、政府はロシアとの交渉で北方領土が日本に帰属するとの合意が実現すれば、すで、うん、に北方領土に暮らすロシア人の居住権を容認すると提案する方針を固めましたと。歴史的経緯をめぐって帰属を争う従来の協議が進展しなかった反省から、両国が合意した後の日本側の姿勢を示すことで事態打開を図りたいと、こういう考えを表明したということなんですね。僕もね、これね、もう少し早い段階で、官邸から実は聞いてたんですよ。で、実はどういうことかっていうと、これ沖縄方式なんです。言ってみれば、それ言っていいの？なんで？いやどうして、どうして沖縄方式？どうして、どうして？いや大丈夫、いいですよ。で、沖縄方式どういうことかっていうと、ね、沖縄方式っていうと、つまりあそこの4トンについては日本は領有権を所有する、保有するということを前提に、居住権じゃないんですよ。実を言うと、もっと問題なのは何かというと、ロシア軍基地なんですよ。ロシア軍基地は一定期間ここに置いていいですよと。要するにそれはなぜかというと、沖縄見てくださいと。沖縄は領有権は日本にあるけども、一定期間まあアメリカの、ね、施政下にあり、そしてアメリカのですね、米軍基地があるわけですよね。同じような状況にしないと、なぜロシアだけが貧乏人引かなきゃならないのかっていう話があるから、とにかく領有権だけは特に日本に所有すると、保有すると。その代わりここには一定期間ロシア軍基地を置いてもいいですよっていうのは今水面下で進んでる。おそらくね、放送日になったらこれスクープになるよ、この冒頭は。間違いなく毎日新聞以上に踏み込んでる話だから、これ。そうです。おそらくまあどこも報道してない話ですからね。どういう、これどう追っかけるかね、新聞テレビ。なるほど。あのね、毎日新聞によるとね、ここにはね、1万7000人ロシア人が居住してるんだ。じゃあ日本人所属のロシア人になるんですか？ロシア人のまま、ロシア人のまま住んでいいよっていう。だからほら、戦後さ、沖縄がアメリカの施政下にある中で、要するに日本の国だったじゃないですか。そうです、ね、あれと同じ状況になるんですよ。やはり4島一括返還だってずっとこだわり続けてたっていうのは、実はですね、これ言っていいのかどうか分かんないけど、沖縄の基地返還問題とよく似てるんですよ。あれ要はその絶対に4島一括返還、一括で返してこいっていうふうになってる場合には絶対返ってこないの分かってて、やっぱりやってる。ちょっと待って、そのじゃあこの今の話は、はい、この国後択捉・色丹派の前の4島返還の話なの、はい、そうです、4島返還の話なんです。領有権は一括で返してるんですよ。4島は返ってくるわけね、はいはい、でしかもね、ロシア側はもうこのね、実を言うとこの4島に関する資源開発省ってのかな、要するに経済開発をする省庁まで立ち上げて、そのトップもついたんですよ、就任したんですよ。でそれが日本の官邸とものすごい太いパイプを持ってる。そう、だからこそ最近になって、うん、対ロシアの経済協力担当大臣ということで経産大臣の世耕さんを任命をした、うん、そうそう、これも報道されたばっかりだけど、すごい変わった話で、大体ロシアとの経済協力のためだけの大臣を発令するなんて、このだからそれカウンターパートナーが、さっき言った4党の、だからまさにこの、報道されていた居住権の問題と同時にこの極東の経済協力、これをセットにして、提案をして打開しようっていうことですよね。でどのぐらい見通しがあるの？これはだからかなり踏み込んだ内容で、当然外務省では考えられませんから、官邸指導、うん、だから僕はこれで行く可能性が出てくれればいいなと思いますよね。津田さん、これ現実にこう何打開しそう、動きがありそう。ただね、その一方で領有権は返ってくるんだけども、施政権はロシア側ですよと言った時に、ね、日本国内でどうなのかな、反発の声が出てくるのかもしれない。いや絶対ガチガチな、もう右側の人たちがわーって、これはもう腰抜けだって言ってでしょ。4島返還じゃないと絶対受け入れないですよ。4島返還なんですよ、4島返還だけど、ロシア軍の軍隊がそこにいることをどうする、駐留するってことを容認するってことに対して、どういうふうな反応が日本国内で起こってくるのかと。いけるようにはなるんですか？もちろんなる。藤井さん、どうこの問題？これね、実は冷戦が終わってソ連が滅びてダメになった時代ね、あそこでね、あるね、世論調査やったん、うん、したらね、住んでる人の8割、うん、この人たちは要するに自分たちが追い出されないなら日本に帰属していいっつったんです。それはロシア人に、ロシア人に、もちろんロシア人に聞いた、うん、それはね、根室のテレビとか見えんですよ、国後なんか、うん、で当時だからね、日本のまずまだ経済よくってね、ほい、うん、でもう経済だって兵隊さんなんか3ヶ月給料遅配とかそういう時代だった、うん、したら日本に属して、まあもっと言えば北海道以南の土地でも来て働いていいよと、うんうん、ここに住んでるロシア人に限ってはね、
そう、だから要するにアメリカ人でもさ、ヨーロッパ人でも日本で働いてる人いっぱいいるんじゃない、それと同じ扱いにしますよって言えばね、彼らはウハウハなんです。ただし一番大事なことは、これうまくいくと思うんですけど、第三者がいいんですよ。一番大事な第三者、アメリカですよ。アメリカが OK するかどうかっていうことで、っていうことは、いや OK だって日本国内にね、外国のアメリカ軍以外の軍の基地ができるでしょ。でもこれは根回し僕できてると思います。そうじゃなきゃこの話が出ない。でいる人たちを追い出さないっていうのは当たり前 でそれはもう前からそうなんですよ。だけどようやく表に出てきたっていうね。ポイントなのはちょっと一言いいで、注目しておいていただきたいのは、あの TPP 担当やった西川光也さん、あの方が自民党の中で担当になりましたから、だから西川さんの動きをぜひ注目だっていう。何この日露交渉の日露交渉というか、この、まあ、経済交流って言ってるのかな、しかし藤井さん、はい、もう本当の基礎の基礎の基礎の話だけども、はい、もしもですよ、はい、そんなことになって国境警備隊であれ軍隊が駐留するってことになったら、はい、ロシアは日本にとっての脅威ではないっていうことが前提ですよね。そうです、ないです。だってこの問題解決しちゃえば日露の間に何も問題ないですよ。何も問題なくないです。何も問題ないです。なので、ロシアが日本を脅かすことはないと。そう。で、あのアメリカ軍、逆にこれができるってことは、アメリカ軍基地が日本にあっても、それはロシアにとっての脅威でもなくなるわけだよね。だから同じ関係なんですよ。日本とアメリカの関係と似たような関係、日本とロシアの関係。じゃあもうメリットしかないってこと。これね、僕行った時に、この間行った時にね、彼にその向こうの相手カウンターパートナーに僕があの話をした、カウンターパートナーに話をして、向こうの大学の先生なんだけども、我々我が国は日米同盟を健康にして強化しつつロシアと一緒になってこいつやっつけないって中国のことを指したらもうその通りなんですよ。彼らにとって一番嫌いな国って国境を接している中国が一番嫌いなんで、これなんですよ。共通の敵を見出してるんで。ただね、一つね心配があるとするとね、俺思い出した、まだ喋っちゃダメだよって言われたの。何をこの話を喋っちゃダメだって言われた。あ、もう遅い。もう聞いちゃったよ。今日もう放送されちゃう。でもいずれにせよ、ね、日本とロシアがこう戦う敵同士ではなくて友好的になるっていうのは、まあいい話です。そうですよね。でもさっきから須田さんがすごいそわそわしてるんですけど、トイレ行きたいんですか？なんか大丈夫ですか？いや、おしゃべりだったな俺っていうで。やっぱ言っちゃいけないこと言ってるから。もう喋っちゃったかもしれない。でも本当に藤井さん、アメリカはこれ OK なんですか？本当に僕は少なくとも今の政権 OK だと、ね、つまりね、だからなぜ西川さんが交渉担当になってるのかっていうのを考えると、TPP の時にこの件ワンパッケージだった。実はアメリカとの協議の間で、だからアメリカと了解取りつつ TPP 交渉を進めてたんですよ。それが真相。だから普通の日本人としてはこの話は、あ、中国の脅威が減ったなっていうような感じだと思う。それが一番の中心じゃないかと思う。これはいきなり大ニュースの、ね、特ダネ報道になってきましたね。この間まで北方領土返還要求の現地視察大会とかで司会させてもらったりして、本当にその時にそんなことやったの？いや、それ去年やらせていただいたんですけども、行って現地の方まで行って、その人たちの思いとか聞いてきたんです。その映画作ったりして国民に訴えたりしても全然動かなかったのが、こんなに簡単に解決してしまうっていうのが今まで何十年かかってできなかった。でも俺もさ、はい、下ネタだけじゃないだろ、はい。日本は領有権を所有する保有するということを前提に、居住権じゃないんですよ。実を言うともっと問題なのは何かというと、ロシア軍基地なんですよ。ロシア軍基地は一定期間ここに置いていいですよと。要するにそれはなぜかというと、沖縄見てくださいと、沖縄は領有権は日本にあるけども、一定期間まあアメリカの、ね、施政下にあり、そしてアメリカのですね米軍基地があるわけですよね。同じような状況にしないと、なぜロシアだけが貧乏人引かなきゃならないのかっていう話があるから、とにかく領有権だけは特に日本に所有すると、保有すると。その代わりここには一定期間ロシア軍基地を置いてもいいですよっていうのは今水面下で進んでる。おそらくね、放送日になったらこれスクープになるよ、この冒頭は。間違いなく毎日新聞以上に踏み込んでる話だから、これ。そうです。おそらくまあどこも報道してない話ですからね。どういうこれどう追っかけるかね、新聞テレビ。なるほど。あのね、毎日新聞によるとね、ここにはね1万7000人ロシア人が居住してるんだ。じゃあ日本人所属のロシア人になるんですか？あの、え、
今ロシア人のまま、ロシア人のまま住んでいいよっていう、だからほら、あの戦後さ、沖縄がアメリカの施政権にあるよってことですよね。でどのぐらい見通しがあるの、これは。だからかなり踏み込んだ内容で、当然外務省では考えられませんから、官邸指導、だから僕はこれで行く可能性が出てくれればいいなと思いますよね。須田さん、これ現実にこう何打開しそう、動きがありそう。ただね、その一方で領有権は返ってくるんだけども、施政権はロシア側ですよと言った時に、ね、日本国内でどうなのかな、反発の声が出てくるのかもしれない。いや絶対ガチガチな、もう右側の人たちがわーって、これはもう腰抜けだって言ってでしょ。4等変換じゃないと絶対受け入れないですよ。4等変換なんですよ、領有権。4等変換だけど、ロシア軍の軍隊がそこにいることをどうする、ってことを容認するってことに対して、どういうふうな反応が日本国内で起こってくるのかと。いけるようにはなるんですか。もちろんなります。藤井さん、どう、この問題。これね、あの実は冷戦が終わってソ連が滅びてダメになった時代ね、あそこでね、あるね、世論調査やったん。したらね、住んでる人の8割、この人たちは要するに自分たちが追い出されないなら日本に帰属していいっつったんです。それはロシア人に、ロシア人に、もちろんロシア人に聞いた。それはね、根室のテレビとか見えんですよ、国後なんか。で当時だからね、日本のまずまだ経済よくってね。おいでも経済だって兵隊さんなんか3ヶ月給料遅配とかそういう時代だ。最近のニュースね、ちょっと気になるニュース、ちょっと読み上げますね。北方領土の話です、はい。これは毎日新聞なんですけど、9月1日、政府はロシアとの交渉で北方領土が日本に帰属するとの合意が実現すれば、すでに北方領土に暮らすロシア人の居住権を容認すると提案する方針を固めましたと。歴史的経緯をめぐって帰属を争う従来の協議が進展しなかった反省から、両国が合意した後の日本側の姿勢を示すことで事態打開を図りたいと、こういう考えを表明したということなんですね。僕もね、これね、もう少し早い段階で、あの官邸から実は聞いてたんですよ。で実はどういうことかっていうと、これ沖縄方式なんです。言ってみれば、それ言っていいの？なんで？どうして沖縄方式？どうしてどうして？いや大丈夫、いいですいいです。で沖縄方式どういうことかっていうと、沖縄方式っていうと、つまりあそこの4トンについてある中で、要するに日本の国だったじゃないですか。あれと同じ状況になるんですよ。やはり4トン一括返還だってずっとこだわり続けてたっていうのは、実はですね、これ言っていいのかどうか分かんないけど、沖縄の基地返還問題とよく似てるんですよ。あれ要はその絶対に4と一括返還、一括で返してこいっていうふうになってる場合には絶対返ってこないの分かってて、やっぱりやってる。ちょっと待って、そのじゃあこの今の話は、はい、この国後択捉、色丹派の前の4島返還の話なの、はい、そうです。4島返還の話なんです。だから領有権は一括で返してるんですよ。4島は返ってくるわけね、はいはい、でしかもね、ロシア側はもうこのね、実を言うとこの4島に関する資源開発省ってのがいいのかな、要するに経済開発をする省庁まで立ち上げて、そのトップもついたんですよ、就任したんですよ。でそれが日本の官邸とものすごい太いパイプを持ってる。そうだからこそ、最近になって、対ロシアの経済協力担当大臣ということで経産大臣の世耕さんを任命をした、そうそう、これも報道されたばっかりだけど、すごい変わった話で、大体ロシアとの経済協力のためだけの大臣を発令するなんて、このことだから、そうカウンターパートだから、さっき言った4党の、だからまさにこの、報道されていた居住権の問題と同時にこの極東の経済協力、これをセットにして、提案をして打開しちゃった、したら日本に属して、まあ、もっと言えば北海道以南の土地でも来て働いていいよと、ここに住んでるロシア人に限ってはね、だから要するにアメリカ人でもさ、ヨーロッパ人でも日本で働いてる人いっぱいいるんじゃない、それと同じ扱いにしますよって言えばね、彼らはウハウハなんです。ただし一番大事なことは、これうまくいくと思うんですけど、第三者がいいんですよ。一番大事な第三者、アメリカですよ。アメリカが OK するかどうかっていうことで、っていうことは、いや OK だって日本国内にね、外国のアメリカ軍以外の軍の基地ができるでしょ。でもこれは根回し僕できてると思います。そうじゃなきゃこの話が出ない。でいる人たちを追い出さないっていうのは当たり前で、それはもう前からそうなんですよ。だけどようやく表に出てきたっていうね。しかしポイントなのは、ちょっと一言でいい？で注目しておいていただきたいのは、あの TPP 担当やった西川幸也さん、あの方が自民党の中で担当になりましたから、
だから西川さんの動きをぜひ注目だという。何この日露交渉の日露交渉というかこの、まあ、経済効力って言ってるのかな、しかし藤井さん、はい、もう本当の基礎の基礎の基礎の話だけども、はい、もしもですよ、はい、そんなことになって国境警備隊であれ軍隊が駐留するってことになったら、はい、ロシアは日本にとっての脅威ではないっていうことが前提ですよね。そうです、ないです。だって最近のニュースね、ちょっと気になるニュース、うん、ちょっと読み上げますね。北方領土の話です、はい、これは毎日新聞なんですけど、9月1日、政府はロシアとの交渉で北方領土が日本に帰属するとの合意が実現すれば、すで、うん、に北方領土に暮らすロシア人の居住権を容認すると提案する方針を固めましたと。歴史的経緯をめぐって帰属を争う従来の協議が進展しなかった反省から、両国が合意した後の日本側の姿勢を示すことで事態打開を図りたいと、こういう考えを表明したということなんですね。僕もね、これね、もう少し早い段階で、官邸から実は聞いてたんですよ。で、実はどういうことかっていうと、これ沖縄方式なんです。言ってみれば、それ言っていいの？なんで？いやどうしていい、どうして沖縄方式？どうしてどうして？いや大丈夫、いいですよ。で沖縄方式どういうことかっていうと、ね、沖縄方式っていうと、つまりあそこの4トンについては日本は領有権を所有する保有するということを前提に、居住権じゃないんですよ。実を言うとね、外国のアメリカ軍以外の軍の基地ができるでしょ。でもこれは根回し僕できてると思います。そうじゃなきゃこの話が出ない。でいる人たちを追い出さないっていうのは当たり前 でそれはもう前からそうなんですよ。だけどようやく表に出てきたっていうね。しかし、まあ、ポイントなのはちょっと一言いい。で注目しておいていただきたいのは、あの TPP 担当やった西川光也さん、あの方が自民党の中で担当になりましたから、だから西川さんの動きをぜひ注目だっていう。何この日露交渉の日露交渉というかこの、まあ、経済効力って言ってるのかな、しかし藤井さん、はい、もう本当の基礎の基礎の基礎の話だけども、はい、もしもですよ、はい、そんなことになって国境警備隊であれ軍隊が駐留するってことになったら、はい、ロシアは日本にとっての脅威ではないっていうことが前提ですよね。そうです、ないです。だってこの問題解決しちゃえば日露の間に何も問題ないですよ。何も問題ないです。何も問題ないです。なので、ロシアが日本を脅かすことはないと。そう。で、アメリカ軍、逆にこれができるってことは、アメリカ軍基地が日本にあっても、それはロシアにとっての脅威でもなくなるわけだよね。だから同じ関係なんですよ。日本とアメリカの関係と似たような関係、日本とロシアの関係なんだ。でもメリットしかないってこと。これね、僕行った時に、この間行った時にね、彼にその向こうの相手カウンターパートナーに僕話をした、カウンターパートナーに話をして、向こうの大学の先生なんだけども、我々我が国は日米同盟を健康にして、狂気に、ね、日本国内でどうなのかな、反発の声が出てくるのかもしれない。いや絶対ガチガチなもう右側の人たちがわーって、これはもう腰抜けだって言ってでしょ。4等変換じゃないと絶対受け入れないでしょ。4等変換なんですよ、4等変換だけど、ロシア軍の軍隊がそこにいることをどうする、駐留するってことを容認するってことに対してどういうふうな反応が日本国内で起こってくるのかと。いけるようにはなるんですか。もちろんなる。藤井さん、はい、どうこの問題。これね、実は冷戦が終わってソ連が滅びてダメになった時代ね、あそこでね、あるね世論調査やったん、したらね、住んでる人の8割、この人たちは要するに自分たちが追い出されないなら日本に帰属していいっつったんです。それはロシア人に、ロシア人に、もちろんロシア人に聞いた。それはね、根室のテレビとか見えんですよ、国後なんか。で当時だからね、日本のまずまだ経済良くってね、ほいでもう経済だって兵隊さんなんか3ヶ月給料遅配とかそういう時代だった。したら日本に属して、まあもっと言えば北海道以南の土地でも来て働いていいよと。ここに住んでるロシア人に限ってはね、そうだから要するにアメリカ人でもさ、ヨーロッパ人でも日本で働いてる人いっぱいいるんじゃない。それと同じ扱いにしますよって言えばね、彼らはウハウハなんです。ただし一番大事なことは、これうまくいくと思うんですけど、第三者がいいんですよ。一番大事な第三者、アメリカですよ。アメリカが OK するかどうかっていうことで、っていうことは、いや OK だって日本国内にね、絶対日本と一括返還、一括で返してこいっていうふうになってる場合には絶対返ってこないの分かってて、やっぱりやってる。ちょっと待って、じゃあこの今の話は、はい、この国後択捉・色丹派の前の4島返還の話なの、はい、そうです。4島返還の話なんです。領有権は一括で返ってくるんですよ。4島は返ってくるわけね、はい、でしかもね、ロシア側はもうこのね、
実を言うとこの4島に関する資源開発省ってのがいいのかな、要するに経済開発をする省庁まで立ち上げて、そのトップもついたんですよ、就任したんですよ。でそれが日本の官邸とものすごい太いパイプを持ってる。そうだからこそ最近になって、対ロシアの経済協力担当大臣ということで経産大臣の世耕さんを任命をした、そうそう、これも報道されたばっかりだけどすごい変わった話で、大体ロシアとの経済協力のためだけの大臣を発令するなんてこのことだから、そうカウンターパートナーだから、さっき言った4党のだからまさにこの、報道されていた居住権の問題と同時にこの極東の経済協力、これをセットにして、提案をして打開しようっていうことですよね。でどのぐらい見通しがあるの？これはだからかなり踏み込んだ内容で、当然外務省では考えられませんから官邸指導、だから僕はこれで行く可能性が出てくれればいいなと思いますよね。須田さん、これ現実にこう何打開しそう、動きがありそう。ただね、その一方で領有権は返ってくるんだけども施政権はロシア側ですよと言ったと、もっと問題なのは何かというとロシア軍基地なんですよ。ロシア軍基地は一定期間ここに置いていいですよと、要するにそれはなぜかというと沖縄見てくださいと、沖縄は領有権は日本にあるけども一定期間まあアメリカの、ね、施政下にあり、そしてアメリカのですね米軍基地があるわけですよね。同じような状況にしないとなぜロシアだけが貧乏人引かなきゃならないのかっていう話があるから、とにかく領有権だけは特に日本に所有すると、保有すると、その代わりここには一定期間ロシア軍基地を置いてもいいですよっていうのは今水面下で進んでる。おそらくね、放送日になったらこれスクープになるよ、この冒頭は間違いなく毎日新聞以上に踏み込んでる話だから、これそうです。おそらくまあどこも報道してない話ですからね、どういうこれどう追っかけるかね、新聞テレビ。なるほど。あのね、毎日新聞によるとね、ここにはね1万7000人ロシア人が居住してるんだ。じゃあ日本人所属のロシア人になるんですか？あのええ、その1万7000人はロシア人のまま住んでいいよっていう。だからほら、あの戦後さ、沖縄がアメリカの施政下にある中で要するに日本の国だったじゃないですか、そうです、あれと同じ状況になるんですよ。やはり4島一括返還だってずっとこだわり続けてたっていうのは、実はですね、これ言っていいのかどうか分かんないけど、沖縄の基地返還問題ってよく似てるんですよ。あれ要はその